どうもなうちんです。本日も妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。昨日から放置してました妖怪ウォッチ4、朝を迎えました。HP が600、700になってるね。もうマックスまで上がってるのかな。昨日開始時点では50ぐらいだったんで、まあ99になってる可能性もあるよね。とりあえず連射機能を終わらせましょう。どのぐらいになってる？おお、レベル99です。もう上げることは、あ、そうか、限界突破だ。限界突破で120まで上げれるんだよね。そうかそうか、コンももういっぱいいっぱいだな。どれぐらい溜まってる？なんなりと思う気わ白が999、赤と金もめちゃくちゃあるね。でもこれ金にまとめちゃいましょう。うん、まとめた方がいいよね。あ、違う、合力の魂もいんのか。じゃまとめれないな。まあいいや。お申し付けください。はい、全員99。これで結構戦闘もやりやすくなったと思うんで、次に進んでいきましょう。ではクエストこれいこうか。レベル57、一番高いやつだね。大相撲は、エンマが仲間になるんだけども、これは確か風雷が後々仲間になるやつだと思うので、こっから行きましょう。まあありがたい漢方ももらえるんで結構お得だよね。で、確か風雷が山に登って、で、そこであれだよね、アイテムが結構必要だったんだよな。食べ物は結構買ってきてるんで大丈夫でしょう。なんかね、極上のお寿司と、あとなんか蕎麦とかなんかいろいろ言ったと思うんだけどね、おそらく大丈夫、ある程度買ってきたんで、はい、まあまあとりあえず山登っちゃおうよ。では登っていきましょう。別に敵は倒さずいいね。もうレベルも上がらないしいいです。いた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 。まずは食べ物、え、2つだったっけ、鮭おにぎりね。あ、鮭といくらおにぎり、オッケー、ある、あげます。ここは簡単で、次がなんだ、うどんそばはもうちょっと上だったような気がするな。はい、行きましょう。確か一番最後が高級なお寿司だったと思うんだよね。うん、それをもう買ってきてるんで大丈夫でしょう。ここね、一回一回、え、どっちだったっけ、キリン、あ、朱雀の方だね、東だね、こっちだ。これね、忘れてたら一回一回戻らなきゃいけないのがすごくめんどくさいクエストなんだよな。いた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 。ここはなんだ、鴨せいろそば、ここだ、大エビ天うどん持ってる。オッケー、うどんそばはもう全種類買ってきてるんで大丈夫です。まあ残ったやつは食べちゃおう。あったあったあった。っていうことはここでお寿司だな。極上握り、はいはいはい、あるあるある。極上握りは数量限定で1日2個しか買えなかったもんね。戦うみたいだ。でも今さら朱雀と戦っても全然余裕だからね。行きましょう。トーマに変えた。なんで何してくれてんの。はいはいはい、はい、いくよー。鬼の手、
ガンモア、すっげえダメージ。ダメージこっち全然食らわないし、余裕すぎ。もう怒ったところで全然余裕だよ。これがレベル99の力か。全然違う。むちゃくちゃ強くなってる。もう一晩置いただけでこの強さ、すごいね。よーし来た、七色の羽ゲットで、これでクリアだね。そうか、まあ早めに風神雷神は仲間にしましょう。クリアです。まあとりあえず一回戦ってみましょうか。確かこれリセマラっていう概念はなかったよね。4はリセマラなかったよね確かね。まあまあいいや、行きましょう。行くぞ。あ、なるほど。はいはいはい。まあ鬼の手で終わらせてあげよう。お、意外と耐久力あるよ。おう、耐久力は結構なもんだわ。あぶね。おお、ダメージ結構食らうね。え、やられとるよ。なしてなぜやられるの。全くやられる要素なんてないと思うんだけどね。あ、一応ダメージは結構もらうか。あっぶね。よし、あぶねえ。とか弱点だからもろにダメージ食らうんだな。まあまあ全然ご利用していけるんで行きましょう。終わり。どうだ、仲間になってくれるかな。一発でくればかなり運がいい。あ、ダメだ、今回はダメだったみたいです。まあまあ、毎日頑張っていきましょう。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。